座元をついてきました石井和久。この石井和久がこの間話してくれたのはベテランになってもこれ結果を残さないとダメなんですよと。それはそうですよね、この世界結果が全てなんですと、はい、力強く話してくれました石井和久。これは反応してセカンドの片岡が回り込んで一塁間に合いました。ナイスアシスト石井和久。そしてナイスプレー片岡。本当ですよね、今のは石井和久が少しでも当てなければもうセンター完全に、抜けていく当たりですよね、グラブに触れたのが良かったですね、はい、反応しましたよね。そして少し打球が変わって、片岡が回り込んで一塁ストライク送球でした。ツーアウトです。松沼さんがおっしゃる流れという面から見ても今のプレー大きいですね。いや本当ですね、2アウトランナーありません。